とりちゃんです。けんちゃんです。いくちゃんです。ふくちゃんです。僕たちの遊び場。ちなみにこれはなんで？あ、なんかバルタン星人みたいな感じかなっていう。どういうこと？友也節冒頭から発揮しすぎや。今回は福井智也が来てくれたので恒例の 2.5 次元あるある。智也大丈夫 2.5 次元あるある。僕からの視点っていうのを重要視しました。さすがやんか。やっぱ前日に電話かけてきて8月の中で一番今日が上がる日ですみたいなこと言うてただけあるな。やめてください。恥ずかしい。一番重要な日。じゃあ 2.5 次元あるある発表してください。はい、最初ジャブからいきたいと思います。じゃあジャブね。書店などの 2.5 次元コーナー気になって見てしまいがち。はいはい。これは本当ジャブ中のジャブな。はい。写真集とかバーって並んでるじゃないですか。はいはいはい。まあ健介くんいるみたいな。なんかわかります。やっぱ違うじゃないですか、雑誌とかの健介くん。やっぱかっこいいんで。こいつ煽ってきてる。いや違う。お前昨日夜10時に鳥越から何の指示受けたんだよ。最近増えてきたもんね、書店のね。そうなんです。そういうのを見てる人とかを見てニヤニヤしちゃうっていう。ああなるほどね。渋谷のスタヤの地下の 2.5 があるんじゃないですか。あれをめっちゃ見てました。アクターズリーグを見たすぐ後だったんですよ。でもアクターズリーグに出てる方とかいっぱいいて、ああなるほどね、特集的な感じだったのかな。すげえみたいなテンション上がりました。まあ健介はいなかったということです。まだジャブ、次もジャブ。次は結構僕目線です、ごめんなさい。でも僕 2.5 次元と言っても刀剣乱舞しかまだ経験がね、刀剣乱舞によっちゃうかもしれないですけど、こちらほぼ 100% おごってもらえるっていう。いいね。いや、お前素晴らしいよ。なんかお前目線やわ。嬉しいなっていう。特に誰におごってもらってるの？鳥さんも多いっす、めっちゃ。やな。歌合わせの時もずっと鳥さんにおごってもらってたんで。ずーっと稽古中から一番長かったもんな、ともや。でも健介くんもおごってくれる時めっちゃかっこいいんですよ、なんか。え、どんな感じなの？鳥さんとか、あ、ええよええよって感じある。健介くんはおごってくれる雰囲気がもうね、出てます。店とかに入った瞬間に全然好きなもんとかっていう感じでかっこいいんですよね。まあそれで言うと割り勘なんじゃないかっていうのは多分あるわけじゃん。はいはい、でお店に入った時とかに自分で払う時のことを考えると本来食べたいものよりもちょっと安いものを選ぶ可能性があるわけだから、まあ先に言っとくっていうのはあるけど。ちげえ、マジっすか。すげえ。めっちゃ強え、それ僕もしますわ。でも最近鳥越さんは趣味が貯金になり始めたから気をつけた方がいい。一応まだ智也はおごる後輩に一応入ってます。ハイチルは一応入れてます。後輩でおごるやつおごらないやつ負けんじゃないよ。ちゃんと飲んでくれる後輩は大事に育てます。稼ぎ出したら報告します。でもまあ 2.5 次元の作品が智也は刀剣乱舞1個しかないって言ったけどさ、1個でも相当ファンは増えたんじゃない？そうっすね、めちゃくちゃ。それこそ僕刀剣やる前1000とかフォロワーがフォロワー数がねだったんで、だいぶ知ってもらえたかなっていうふうには思いますね。それこそ歌合わせの時とかって僕出演してるって言ったらダメだったんで、そうだね、サプライズだったからね。はい、それを言わずバゲットとかのお天気、ちょっと呼んだりしてて、あの顎はもしかして、まあ、出てる子なんじゃみたいな。確かに確かに、基本的にもう出てないからね、顔がね。顎とか声でもしかしてみたいなんで徐々にフォロワーが解禁前に増えていくっていう現象。すごいよね、不確定要素でフォローしに行くっていうのがすごいよね。僕じゃなかったら多分一気にまたフォロワー減ってたんだろうなっていうか。現実的な話、お前じゃないんかいっつって。だから僕よかったと思います。でもあれとまあ竜天の司会だってほとんど顎しか出てないわけでしょ。そうっすね、それこそ一番最初に出た時はこうやった時の指の隙間から見てるような感じではあったんですけど、一番最初の時はそうですそうです。でもめちゃくちゃ改良していただいて今は片手になったぐらいな感じとか、両手やったら進化やな。やっぱスモークとかがすごい時は階段の上りよりちょっと不安な時もありますけど、だって俺ら見えててもスモーク多い時危ねえもん。しかもなんかね、戦闘とかによってゴーグルつけたりつけなかったりもあるよね。刀の抜いてる時はゴーグルをつけるっていうキャラなんで、その早替えとかがすごかったですね、本公演の時は。ああ、それちゃんと意識して見てなかったわ、そういえば。じゃあ智也次行く？お願いします。はい。出動し稽古のマイクつける時とかにその人の心の状況がわかるみたいな。どういうことどういうこと？初の通し稽古ってやっぱみんな緊張とか何かしらね気合い入れてはるっていうか、いつれへんなっていう心持ちでやってる方と楽しんでやるタイプの方とか、なんかそういう時にマイクさんと気さくな人もいれば結構自分の世界にこう集中してる人とかもいて、なんかそういうのがあるなっていう。ああなるほどね、確かにそれはあるかも。着眼って面白いな。ありがとうございます。その活動士の時にこの人は楽しんでいこうと思ってたって智也から見えた人は誰？鳥さんもそうですけど、スピさんとか、リュウジ君もやっぱそんな感じがしますかね。スピ君とかちょっと顎揺れてるもん。そう発動しみたいな。やっぱ集中してんのは健介君。いやお前ちょっとボケとるやないか。あとシン君とかも。それで言うとシンと俺はクソ不安。そうなんですか。マイクつけてない時の歌ってミスってもバレない時あるけど、バレるっていう不安しかない。だから歌とかダンスないストレートの時は鳥ちゃんとかスピ君と同じだもん。歌ダンスの時はもう本当に振付師の目とかをこうずっと気にしてやってる。よう刀剣乱舞やってるな。いやほんまやで。いやいいよ。これ出てるかもしれないですけど、これですね。舞台裏にカメラが回ってる時に気づかないふりしがち。これありますよね。あるか。これなんかいろんな意味であるな。すごいいいとこついたよ。ストレッチとかしてんのも自分と向き合ってる風に見せるのか、カメラさんが来たからそこに対して反応した方がいいのか分かんなくて。これ非常に難しい問題だね。ファンサービス的な部分もあってさ、自分の集中してる時間だけどカメラ来るとカメラ来ますみたいにやんなきゃいけない時と、もうちょっとだるい、今はもう関わりたくないって時はもう気づいてないフリはみんなあると思う。したことある。いやありますね。すごい普通に真面目にやってる時にさ、来た時にさちょっとバランス崩れるわけ。結構時間がないからさ。でもそれで言うと鳥ちゃんもちょっと俺同じ悩みあると思うんだけど、鳥ちゃんとか俺とかって割と基本的にカメラ向かれたらいかなる状況でも何かしらのリアクションとかメイキングに映る率高い方なの多分俺とか鳥ちゃんって。でもそれはもともとその多分そういう性格もあるんだけど、本当にしんどい時とかある、うん、で向けられた時に大した答え出せないと、今日それで大丈夫ですかみたいな、なんか それで満足ですかみたいな感じ出される時は一番困っちゃう。で結構さ賑やかしでねやるけど、ちょっとヒットしたなって思った時でもメイキング見たらちゃんと人気のあるやつしかあんまりやってなかったりする時あるからだから僕はもう最近若い子にとりあえずメイキングはもう行ってくれと。そうだね。ストレッチとか集中してる時も普通に無視するもん。やる時やるって。いくらとかも割とメイキング結構持たされたりすることあった気がするイメージ。ああそうですね。なんかの時持ちましたよねカメラ。メイキング。銃撃の時とか持ってた記憶ある。嫌いじゃないんでああいうの。いいんですけど。楽しいんだけどね。俺一回さ、一回なんか俺も持った時があってんけど、多分撮れ高がなかったんかな。みんな忙しくて。鳥越さんちょっとって言った時に共演者やしさ、でみんなとある程度仲いいからさ、スタッフさんが撮れないを撮れるわけや。テンポよくパパパパって。気づいたらそれが得点になってた時どう思う？俺びっくりしたわ。しっかり大仕事してるじゃないですか。そうなんや。それはもうちょっと話した方がいいよね。それはちゃんとキャストが回すっていうお仕事をくれたら今までにないメイキングはめちゃくちゃ取れると思いますけどね。素に近いというか、確かに気は張らないですよね。あとめちゃくちゃ怒られてる時とかさ、めちゃくちゃ気になるんだよなカメラ。撮れ高的には多分視聴者も怒られてる部分というか、みんなで集中して本気になってるところを見たいんだろうけど、俺らとしてはこんなとこ見せたくないわけ。そうですね。ハプニングがある時の方がまあ映したいわけじゃん。そうね。基本的には。けどさ、ハプニングの時ってメイキングに構ってる暇ないじゃん正直。そうなの。ハプニングやからねなんて。そうハプニング起きてんだから。だけどメイキングも自分が今ここにいちゃいけないと分かりつつもハプニングを取ってこいって言われてるから、メイキングもすごい居心地悪くいる時はなんかすごい高い仕事じゃん。それがなんか結構思うから、まあ協力する時はねできるだけ協力するけど、しんどい時はありますっていうのは伝えたい。智也は若いうちにどんどんメイキングに顔打っといた方がいいで。まあ単純に若いのにメイキングないがしろにしてるやつはダメな気がする。確かに